はい、始まりました。水色赤の秋人です。水色赤のみちるです。はい。というわけで、今日は動画撮ってな、何？ん？動画撮って何をするの？今日はいろんな紹介。あ、そうなの。うん。というかね、うん。みちるにも施されてるけど、俺の顔にも化粧が施されたんだけど。うん。今日もめんどくさかったけん、化粧してないんよな。うん。でけん、このアプリで、化粧してもらおうと思って、化粧してくれるアプリを、で、撮るんだ。だから、こんな顔じゃないもん。いいがん、別に。別にいいけど、がっかりするやん。見よる人が、ライブ中の俺の顔とか見たら全然ちゃうやん。これはな、中国風の化粧が施されてる。中華風メイクって書いてあったもん。うん、今日はな、いろんなものの紹介しようかなと思って。うんうん、まず一つは、水雑貨の新しいグッズができました。あ、そうそう、そういうの、そういうの。うん、そういうのやってくれ。水雑貨のグッズ紹介や。こないだ小道具紹介したから。新しいグッズでき、他のやつは紹介せんで。あ、そうなん。これ。はい。これな、作ったの。うん、何かと思うだろ？ T シャツかなと思う。うんうんうん。な。これはな、着れるもんじゃないんだ。うん。じゃあ何だと思う？バッグや。あ？知っとるわ。これバッグ、トートバッグな。最近なんかマイバッグとかブームじゃがん。ブームかどうか知らんけど。レジ袋がなくなったけんな。そう、マイバッグってブームじゃがん。うん。で、見て作ったの。これ、見てでも使えようね。これな。うん。そう。お長い。うん。いっぱい入るで。この浮世絵を描いて、これ逆さ文字になっとるけど。うん。この浮世絵を描いて、水色赤って、なんかこう、80年代臭い。ええんじゃん。いやいや、違う。特徴、特徴を説明したい。特徴な、うん。このな、この、これ水色赤の YouTube のロゴ、ゴロ、うん、ロゴね。ロゴな、うん、にも使っとんだけど、うん、これはな、イタリア人のな、サンジャイっていう方が書いてくれ、作ってくれたロゴなんよな。ロゴ、ゴロ、うん、それ、うん。それをちょっと採用してみた。うん。うん。かわいいと思うけど。うん、サンジャイなんかまた、映画のなんか、やりよったな。新しいレーベルかなんか作ったのかな、映画の。映画のレーベルかなんか知らんけどな。うん。うん、なんかようて、うん。そう。こんなものを作りました。うん、これは、一つ1500円で。もう、CD より高い。いや、でもね、最近そんなものらしいよ。そうなん。ものって。そうなんだ、うん。だってな、これな、枚数はあんまりないけん。そうそうそう。高かったよな、作るのに、うんうん。意外と。そうね。うん。その1万2万とか作ってないけんね。そう、1万2万、何千、何百も作ってないよ。うん、そうね。うん、だけど1枚が結構高いんよな。うん。だから、うん、この袋に入れて、うん、これを皆さん会場限定で、うん、一応、うん、一応、うん、販売しますので、うん、ぜひライブハウスに来て、買ってね。うん。そうでしょ？そうです。あとな、前々から言おった、うん、ドイツから発売された、うん、今なんか化粧が一瞬戻っとったんだけど。見てるかの丸裸にされとったんだけど。どうするえもうしょうがないわ。丸裸になっとったさっき。うん、なんでだったんだろう。わからんけど、うん。あ、また戻っとった。な。わからん。やめてほしい。あと、ドイツから出た、うん、出るって言おった、うん、レコードか。うん、あれがもう、ついに出た。うん、な、うん。うん。で、ここに、べーん、うん、こんな、ジャケット、うん。うん。これはな、バンドキャンプで購入できるし、うん、あとな、バンドカンプで、バンドキャンプで、なんか販売して、こう、ツイッターとかでこう宣伝するが。うん、じゃあその時に日本の、うん、なんか CD ショップかレコード会社か、レコードショップか、うん、から連絡があり、うん、海外の方に。うん、で、うちでぜひそれなんかお貸してほしいっていうのが来たんだって。東京だと思うよ、多分。そっからもう販売するって言おった。あ、そうなんだ。もう決まったんだ。うん、なんか決まったみたい。見てるあんまり知らんのんだけど。大丈夫なんかな、版権的なもの。版権的なものも取っとるね。取れたん？取れたね。なんか日本のが、めんどくさかったんじゃなかった？めんどくさいけど何とかできたらしいよ。あ、そうなんだ。うん。じゃあもう日本国内で販売することはもう合法になっていると。うん。ただ今もう限定版がね、もう売り切れたみたいでね。うん。あ、そうなんだ。うん。うん。
限定版はそのドイツからの直輸入しかないわけね。うん、多分。うん。だからこれ結構ね、お高いね。うん。送料入れたらお高くなって、うん。もう本当にコレクターズアイテムだな。水色赤は一曲しか参加してないし。うん。そうだな。で、通常版を購入しようかなって思っとる方がおるんだったら、うん、それだったら今の情報は大切よ、うん。日本でも手に入る可能性があるんだったら送料分安く。そうだな。早々に買ってくれた人に悪いけど。めちゃくちゃ悪い。すみません、うん。なんかそんなことになっとるらしいわ。うん、まあ、情報、ちょっと、見てるよくわからんけん。うん、まあ、その、ね、言い訳じゃないけど、うん、今回、全く関わってないけんね。うん。曲をもう私だけでみたいなな。まあ、それもちょっと情報が分かれば載せときます。うんはいうん、あと、うんうん、福岡の、うん、アクティブ福岡っていうところに所属しとる、うん、武藤アトムさんっていう方がおるんだけどな。タレントさんね。タレントさん。うん、その方が、うん、なんか、劇団をな、うん、やるんだって、新しくな。うんうんうん、で、そのなんか、公演みたいなやつがあって、うん、その中に水入れ赤の曲を使わせてほしいって言ってきたんよ。うん。うん、それの、お知らせします。言ってきたんやって、うん。言ってきてくれたんじゃないの？言ってきてくれたんよな。そのお知らせをします。はいはい、うん。劇団テンペスト。うん。これが武藤アトムさんが立ち上げた。うん。劇団ね、うん。劇団テンペストの旗揚げ公演。うん、妖怪事変って言うのこれ。妖怪。妖怪事変。妖怪がいっぱい出てくるやつなんだって。なるほどね、うん。これが2023年の4月1日の土曜日。うん、14時からの部と、うんうん、19時からの部。うん、昼の部、夜の部ってあるんかな、うん、で、その次の日の4月2日の日曜日、12時から昼の部、うんうん。17時から夜の部。夜の部。うん、で、前売りが3500円。3500円。当日が4000円。当日は4000円。前売りの方が得。そして、年下割っていうのがある。年下割？どういうこと？誰より年下なんだろう。あ、武藤アトムさんより年下か。あ、そうなんじゃ。武藤アトムさんの若そうだったで。若いぞ。年下の人なんてなかなかおらんのじゃない。若いんじゃけん。2000年生まれって書いとったぞ。そうなんじゃ。うん、2000年って何年前？23年前。だから22歳より下の人は、うん、3000円になります。3000円になります。これが場所が、うん、福岡の博多市民センター大ホールだって。そうなんだ、うん。なんかな、妖怪がいっぱい出てくる、うん、なんかな、劇なんだって。うんで、この武藤アトムさんっていうのは、うん、なんか博多の、バリエズイっていう、うん、企画があって、階段を喋る。そう、階段イベント。これはタートルカンパニーのノーボータルトさんが、うん、まあ、勝るやつなんだけど、うん、それにな、なんか、常連で出てくれるような方なんな。うん。うんうん、あとなんか、チケットの予約フォームみたいなのもあるみたいだっけ。うん。ね。それも概要欄に貼っときます。うん、はい。うん。まあ、どこで何の曲が使われるかはちょっとわからんので、多分、いろいろね、協議したりとかね、うん。なかなか水色派の楽曲なんて、使いづらいけん。いろいろ考えてくれよんかもしれんし。うん。うん、まあ、興味があれば、うん、どこで水色派の曲が流れとったとか、知りたいね。うん、いや流れんかったってオチもあるかもしれない。あ、そっか。流れんかったというオチまで、うん、込みで、楽しんでください。うん。はい、うん。そんなわけで、はい、次の話題ね。次ね、はい。うん、こないだ、水入れ赤の今日の修行で、うん、尾道行ったんよな。行った。これはもう出すときにもう出とん、それは。出とる。ああ、出とる。はい、はい。尾道に行ったときに、うん、道で、握り仏体験なるものをしたんよな。うん、したな。握り仏っていうのはどんなもんかって言ったら、うん、まあ見てくれた人は分かっとると思うけど、うん、なんかな、まあお寺に行って、うんそこで、なんか、粘土みたいなの出してくれるんよな。うん、でその粘土を、ぐって握るんよ。うん、一回な。うん、一回握って、手を取って、粘土じゃけん、こう、手の型ができてるが、うん。そっから、この粘土、このパンみたいな、コッペパンみたいな粘土なんだけど、うん、上の部分が顔になって、下の部分が体になるみたいな。でそっから自分で顔とかもつけて、うん、なんかな、かわいいやつな。
それ作ったよな、うん。パリピみたいな住職が出てきてな。うん、そう。なんか、最初はなんかこう、丁寧なお寺のお坊さんみたいな人が、うん、すごい丁寧に、うん、よく聞いてください、みたいな。うん、これはこうした、あ、やめてみて、みたいな、なんかわかる。うん、なんかそんな、すごい丁寧に、うん、仕立てに、すごい丁寧に教えてくれよって、うん、いきなり途中でガラガラって、住職ですって出てきて、人のカメラ撮って、写真撮った写真撮った、マスク撮ってってもうちょっと真ん中寄って、うん、もっと近寄ってとか言ってな。で、写真ピーって撮って、うん、なんかこう見せてきて、よう撮れただろって、うん。そうそう。そんなんしてくれた、うん。あそこのな、なんていうお寺だったっけ、持つ光寺。自光寺。自光寺か、うん。うん。そこでな、やってきたんよな。うん、それが、そこでまあ体験して、うん、で、ミトレが作って、それを焼くんな。うん、一回釜に入れて焼いて、うん、出来上がりをまた送りますって言われとったんだけど、うん、それがついに、届きました、うん、嬉しいな。まあまあまあね、それまあ、ミチルのものですわ、ね、うん。どういうふうに、あ、この YouTube で、の修行で、この作りよる体験を見てくれた人は、うん、実際出来上がったものがこうですよっていうね。これはな、小栗旬とかな、あと誰だったっけな。秀丸じゃないね。なんかヒデっていう人。中山ヒデっていう人とか、あとな、クッキングマインちゃん。クッキングマインちゃんっていう女の子。あ、なんだったっけ、なんていう名前だったっけ、ちょっと名前忘れた。福原遥だったっけ。だったかな、うん、世界に一つで、これ。うん、そうね。うん。ミチルが作ったんじゃけん。うん。かわいいのができてると思う。うん。これ、ででで んこんなにくるんである。うん。いくで、うん、ちょっとミチルが自分で見るな。うん。ああ、かわいい。できたん。うまいこと。ミチルの握り仏は、じゃじゃー、こんなのです。ちゃんと映っとる、それ。映ってないの？なんか、思ったのと違うわ。なんで思ったのと違う？こんなんじゃが。なんかそれ。こうやって、化粧の人みたい。こうやって見せよう。なんか。こんなんですよって。なんかこう、綺麗に、綺麗に別撮りしてもう一回あれした方がいいんだよ。じゃあ別撮りするわ。可愛いけどな。やっぱりゾウさんみたい。な。うん、これお耳、耳タブ作って、目描いて、口描いて、鼻作って、こんなの作ったんだけど、かわいいわ。見て、うん。これ見て。うん。なんか、汚い。いや、かわいい、かわいい。かわいいわ。なんかあんまり仏様っぽくないな。ないな。なんか、像、うん、像みたいな。うん、ちょっと像、耳がでかすぎたんかな。うん。と、あとなんかもっと顔とかも、がっつり、書いてもよかったんかもね、もうちょっと。がっつり書く？がっつり大きく書いてもよかったんかもね。これ焼き上げた上で、うん、本尊、阿弥陀如来の御前で、うん、お焼魂を入れてあなたのお手元にお届けしました。お焼魂っていうのはどういうことかな？多分なんか。お経とかをあげて。うん。ここに多分魂を込めたんじゃない？うん。魂って込めれるもんな。うん。知らんけど。うん。まあでもまあ、ありがたいもんなんだけどな。そうね。うん。ミチルが作った世界にたった一つの仏さんなんだけどな。よかったね。握り仏。ミチルがこうやってギュッて握って、うん、で、これ、さっき言った上から出た部分に顔を作って、うん、この、ここの体は、こう握った形でっていうこと。うん、な、うん、これ握り仏の正体、うん。うん。で、後ろには日付と名前とか入れてな。うん、こうやって、うん、出来上がり、うん、来ました、うん、ありがとうございました自光寺、うん、そういうこと、うん、そんなわけで、うん、ありがたいお地蔵さんでした。うん、尾道楽しかったな。他にも尾道いろんな体験してきてるけんな。あ、してきたしてきた、うん、それはまたまあ出てないかもしれんけん。あ、出てないまだ。いや、わからん。うん、まあまだ後日な。まあでも、尾道市って言えばね、うん、みんなこの坂の町、うんうん、あそこが結構有名だけど、うん、水色赤の修行でも行ったけど、うん、ちょっとあそこから30分ぐらい離れるんかな、うん、生口島っていう、うん、ちょっと、島並海道ちょっと渡らないところかな、
にある島のね、うん、高山寺、うん、高山寺博物館って言うのかな、うん、すごかったな、あそこ、うん、資材を投じてお寺作っちゃったっていう、うん、めちゃくちゃ自由度の高いお寺よな、うん、自由度、あのなんて言ったらいい、いろんなものが置いてあるってこと、そうそうそう、とか、うん、もういろんなもの作っちゃったよみたいな、うん、すごいな、もうほんま、うん、あの、高山寺博物館って言うんだけど、博物館っていうだけあって、うん、ほんまに見どころ満載みたいなな。うん。あそこめちゃくちゃおすすめ。おすすめだな。うん。もな、知らんかったよ、あんなところがあるなんて。うん。で、なんか、探しょったら、たまたま見つけて、こんなとこあるんだと思って、行ったけど、めちゃくちゃ面白かったな。うん。うん、見どころ満載で。あれはね、ほんまにあの、しまなみ海道を渡るとかっていう人とか、うん、あと、まあ、尾道あたりまでに何かで行くよっていう人は、うん、行ってみてもいいと思うし、うん、3時間ぐらいは余裕で過ごせれるな。うん。過ごせれるな、うん。なんか、まあ、なんだったっけあれ。未来の丘だったっけ、未来神の丘ね。未来神の丘か、うん。あそこもなんか面白かったし。うん、だって月曜日なのに、うん、結構人おったしな。カップルとか多かったね。うん。結構若い人多かったな。うん、でもおすすめスポットだと思う。うん、尾道も、尾道。あ、尾道の坂の町ね。あ、うん、そっちの話もしようか。うん、ちょっと待って。あそこな、あのな、今回はな、行ってないんだけどな、うん、前行った時に、うん、なんかあの、キネマのなんとかみたいな、映画の、尾道で撮られた映画とかがこう、うん、展示してあるようなところがあって、うん、で、古い映画とかがいっぱい紹介してあって、まあ、尾道でというか、尾道に関わりのある映画監督のね。うんうん。でもあ、映画監督か。あそこね。うん。大林置いてなくなかった。あ、そうなの？うん。いや、なんかね、うん、知らんよ。これは俺は小耳に挟んだ噂だけど、うん、ちょっと林さん、尾道市と一回喧嘩しとることがあるみたいな。そうなんだ。尾道市というか、うん。知らんよ。なんで喧嘩した？知らんのよ、それ。まあ、いい、うん、いいの。ちょっと今のところ、ちょっともう、ちょっとどうかなって思ってて。俺も噂だけを聞いただけだけ。噂で物を言うのはいけんね。そうそうそう。うん、それはいけないいけない、うん。うん。ちゃんと確信がならないとな。そうそうそう。インタビューするには。現場に出向くっていうのが大切じゃけんな。そうそうそう。うん、まあ、そこにでもあったのは、小津安二郎の映画の時の、なんか、撮影したものとか、うん。あと、新藤兼人のね、うん、ポスターいっぱい貼ってあった。うん。え、なんで新藤兼人って、うん、一応広島出身なんだけど、新藤兼人は若い頃に尾道市で自転車屋さんをしよったっていうね。まあそうなんだ。うん。新、その何今のそのネタ、どうでもいいけど。どうでもいいネタだった。うん、いやまあでも新藤兼人といえばやっぱ尾道にもゆかりがある人で。うん、まあ、世界的にも有名な映画監督だし、うん、カルト的な人気を誇る映画もいっぱいあるね。うん、で、小津安二郎といえばやっぱ東京物語で、うん、尾道から東京にね、うん、息子たちに会いに行くお父さんね、うん、リュウチシュウね。面白かったな。うん、リュウチシュウが可愛いけど大好き、うん。そして大林といえば、うん、尾道六部作ですよ、もう。三部作じゃない。三部作と新尾道三部作で六部作。うん。もちろん真似して尾道三部作作りおる。ああ、そうね。うん。修行のね。修行のね。うん。うん。そうなの。あとは何だったっけ？俺たちの山とかなんかちょっと戦争映画かな、あれは。ああ、あれ見たことあるで見てる。ああ、そうなんだ。映画は見たことないけど、うん、あの、一回尾道行った時に、うん、その軍艦がいっぱい展示してあって、まあ、乗れたよ。そうなんだ。ロケで使ったやつだろうな。うん、やっぱさ、そういうの戦争反対みたいな人は、うん、毛嫌い したりとか、する傾向があるけん。うん。うん、なんか、そういうのでちょっと揉めた人もおったんじゃないかな、という、噂です。そうなんだ。うん、噂です、あくまで。ミチェルだって戦争反対だけどな、うん、それ行った時はな、たまたま行ったらあったんよな。うん、で、なんかもう、乗れるっていうけん、うん、その、戦車じゃなくて、船。ね、うん。なんか乗ったことある。うん、大昔ね。20年前ぐらい。あ、20でも思い出なかった、うん。うん。そんな思い出があったね。うん、尾道といえば、うん。あとは尾道ラーメンな。うん、背脂ちゃっちゃって言って。うん、よく言うやつな。うんうん、美味しいな、うん。うん。食べた。美味しかった。すっごい急ぎ足だ。食べた。なんで食べたも美味しかったもん。あとだな、食べ歩きとかせんかった。食べ歩き？うん。あの、しようかと思ったんだけど、
結構な、本当の修行をしたんよな。尾道で。本当の修行にぶち当たったんよな。着物で山を、鎖で山を登れたんよな。そう。それをしたもんでけん、時間がかかって、あのな、店が全部閉まってしまった。でもあれ初級編じゃけんな。鎖で登るのは。そうなんだ。着物で登ったんじゃけんな。そうかそうか。うん。寒かったし。本当の修行だった。その後ソフトクリーム食いおらんかった。ソフトクリームは食べた。レモンソフトみたいなやつね。うん、美味しかった。めっちゃ大好きレモンソフト。そんな日だったわ。まあこんな感じかな、尾道といえば。そうだね。さよなら。終わりもう。今日はちょっと紹介、グッズ紹介みたいな感じですか。うん。はい、紹介しただけなんでもなって、はいはい。新しい靴できましたよ。はい、あと、レコードも発売されましたよ、はい、うん。買ってくれた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、嬉しかったね。嬉しい。うん。嬉しい。むしゃ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 食べてな。うん。うん、さようなら。なんで真顔なん。